飯うまかったぜ。それはよかった。将軍と行動していたそうだな。ああ、あのさ、その新しい傷、これが盾の次は横とか言ったろ、箔がついたって。さらに柄悪くなったよな。何があったか聞いていなかったな。長い話になるぜ。グラディオラスか。俺にかけたんだろ。荒れてるな。テルパに着いたのか。ああ、ダイナーにいる。そうか、急にすまねえ。いや出発の準備はできている。お前の方は、心の準備はできてるさ。すぐに行く。ご注文は？ああ、いいんだ。すまねえな。もう一度聞いておく。本気で牽制に挑むつもりか？今の俺じゃ、帝国の将軍にまるで歯が立たねえ。力がいる。試練を受けたい。聞いているのは本気かどうか。回りくどいぜ。だから連絡したんだ。舐めてかかれば死ぬ。牽制ギルガメッシュがいるのは遺跡の最深部だ。30年前にあの場所が発見されて以来、調査に入って帰還した者は誰一人としていない。危険な場所だ。だがかつてあんたは帰ってきた。ただ一人な。仲間たちには何と言ってきたんだ？詳しくは話してねえよ。変に心配されんのも嫌だしな。弱みは見せられんか。さあ、覚悟はできてんな。もう戻れねえぞ。盾の試練を受けに来た者へ、正しく力を受け継がせるため。我らは古く物資を受け、死すのために忠義を尽くし続けている。そうだ、胸を借りるには申し分ねえ。くらえ。
お、ここを降りるのか。それが望みだ。そうか。まさか、そっかよ。許されたようだな。牽制か、そう呼ばれるに足る相手だ。退治するときは心しておけ。この先も気を引き締めていけ。相手は元警護隊だが容赦はないぞ。厳しい先輩方の試練か。弱い奴を盾とは認めねえってことか。弱ければ命を奪われる。身の程を知らずに試練を受けた愚か者としてだ。当時の俺はどこか弱かったということだ。生かされたってことは、どこかは盾として合格したんだろうか。今となってはわからん。行くか。周囲には気を配っておけ。分かってる。され
見事な腕だ。闇と戦うにふさわしい。だが試練を乗り越えられるか。なんだ、試練の間だ。自分一人で越えてみせろ。何があろうと膝をつくな。力をくれたのか、ありがとな。試練は突破できたようだな。牽制に臨む前にそうして力を備えるんだ。まだ先にも試練はある。気を抜くなよ。なあ、親父は試練を受けなかったんだよな。理由が気になるか。まあな、おじけづいたってわけじゃねえんだろ。あれはあいつの意地だ。警護隊王の盾としての。陛下に障壁を任せ、そのそばを離れたら自分は一体何を守る盾なんだとな。どうだ、試練をやめる気になったか。まさか、親父がそうなら俺は俺の意地を通さなきゃなんねえさ。さて、試練再開だ。あんたが試練を受けたのは30年前になるのか。ああ、
お前よりも若かった。そして未熟だった。生きていたのがただ不思議だ。将軍もここを通ったのか。いや、通ったのはただの生意気な若造だ。試練の魔か。ああ、突破すれば新たな技を得得できる。培った力を示してみろ。Yeah!
盾として的確に。おりゃおりゃ、今やここを訪れるのはただ愚かな命知らず。そなたもこの地で眠ることとなろう。悪いがそんなつもりはねえよ。新しきこの時代のルッスは初代王の治めた国とは違う。王に守られ平和がもたらされ、民は戦いを忘れ、もはや真の王の盾など生まれはしない。なめられたもんだぜ。見返したければ無事に試練を果たすんだな。また盛大な歓迎ぶりだぜ。最後までいくら傷を受けようと立っていられるか。
二度もここへ来ることになるとは感慨深いもんだな。30年も前だろ。当時から肝が据わってたってわけだ。少し話でも聞くか。剣聖ってのはどんなやつだったんだ。覚えているのはあの目だ。相手の動きを見透かすような、いや、動きだけではなく策や感情までも。心しておけ。下手なごまかしは効かん。面白そうだ。英気は養えたな。王を守る者には磨かれし肉体と精神、どちらも欠けてはならぬ。
盾なら偽りなき目で己を見つめよ。偽りのない目か。強大な敵と対峙したなら、ここで得た技を惜しみなく使え。ブリャー、オレテア、ハッテア、全ての技を得得できたな。つっても試練はまだ終わりじゃねえ。剣聖は他の英霊と比べられん。くれぐれも油断はするな。前にここを通った時、将軍はどんな気分だったんだ。そんなことを聞くのか。今の俺よりずっとガキだったろ。ああ、無鉄砲な子供だった。誰の忠告にも耳を貸さず、闘争心だけで奥へと突き進んだが、見事な返り討ちにあった。帰る頃には恐怖に苛まれていた。不死将軍の名がついたのは皮肉だな。そうか。でも帰ってこれたのが将軍だけってのは事実だ。俺は尊敬してるぜ。死にに来たのか。バカ言ってんじゃねえよ。あの男が最後だったのか。我らの声を期待も嘆きも聞かず、ただ前を向き先を目指した。元帥に追い返され、谷から弾き出され、お前はあの男を超えはしまいな。愚直な。クレイラスならお前を止めただろう。あの時俺を止めたのと同じように。親父が？盾が王のいない場所で命を落とす、それは決して許されないと。無駄死にを覚悟できていたのか。忘れられない言葉だ。何も得られず瀕死で帰ってきただけにな。
今さら止めはしない。だが無謀なことに変わりはない。当時の俺も今のお前も忘れるな。一歩足を踏み入れたが最後、誰にも頼れない。死んでしまえばそれで終わりだ。分かってる。土産でも楽しみにして待っててくれ。必ず帰ってこい、グラディオナス。さすが剣聖だな。空気が変わったぜ。この先に嫌がるな。来たぜ。力だけは。力狂うのが悪いってのか。され。どうだ。どうだ。よっ。で、され。
ハンデをもらってこの様か。これがあんたの言う怯えってやつなのかもしれねえな。自分をわからねえ野郎が自分を信じることなんてできねえ。それが分かっただけでも儲けもんだったぜ。王の元に戻る。力ばかりの盾かもしれねえが、自分のできることを信じてやり尽くしてみせる。お前を盾と認めよ。迷いや怯えは死をはらむ。己の弱さを認めぬ者に王の盾たる資格はない。お前は強靭な肉体に見合う心を備えた。選ばれし王と共にあるのがお前のような男でよかった。じゃあ この刃を返して私の力を託そう。かつて強靭な精神を持った男が私の腕を切り落とした刀だ。こいつは生きているなら、あの精神に見合う戦いの術を十分身につけているだろう。そうか、なら遠慮なくもらうぜ。さあ行くがいい。いかなる迷いにも決して惑わされずに。選ばれし王のルシス最後の盾として。世話になった。試練は無事に。早かったな。さすがだ。こいつを手に入れた。一目見て分かったぜ。懐かしいな。傷じゃ土産にならんだろう。試練の証だ。昔随分と血の気の多い男が剣聖の腕を切り落としたらしい。ほう。剣聖も印象に残ってたらしいぜ。そいつは強靭な精神を持ってたってな。試練には精神だけではなく、ホエルに至る術もまた必要。持ち合わせていなければ認められはしない。ああ、でも運よくまだそいつが生きてたら強靭な精神に見合う術を身につけてるだろうってよ。グラディオラス。ん？少し自信を持ったか。この生還は不死将軍でさえ成し得なかった偉業だ。お子様だった不死将軍にはだろ。でもいい経験になったぜ。覚悟の意味を改めて教えられた。
さて、盾は王様のところへ戻らねえとな。親父にお目玉を食らうわ。ああ。で、それ。そういうこった。名誉の負傷がごつくなったよね。ヤバいのからノクト守った時のさ。だろう。つっても今回は説教くらってつけられたようなもんだがな。しかし将軍にも意外な過去があったんだな。そうだね、結構荒れてたってこと。ああ、でも親父からそんな話聞いたわ。あ、マジ。剣聖があの谷にこもったのが初代王の頃というと2000年前か。すげえな。そんだけ前から期待されてるらしいぜ、選ばれし王様ってのはよ。まあ、それが俺か。軽いな。ああ、軽い。ったく、盾を無駄に働かせんじゃねえぞ。多少の覚悟はしてるがな。